はいどうもカッパー園長です。さてと、じゃあ、また募金詐欺、ねこの詐欺とかデマとか、なんか便乗値上げとか、なんかそういうこの火事場泥棒とかね、ああ火事場泥棒と勘違いされちゃったああ仕事してる人の話とかね、なんかいろいろとこの錯綜してますよね、うん、だからまあ僕なんかも本当、間違ったこと言っちゃうとね、えー、まあ、もしかしたらまあ、 そうだなやっぱ迷惑かけちゃう人もいるかもしれないんで、ねまあ、気をつけなきゃいけないなってね自分で自分に言い聞かせながらっていうところですけどもただ、まあこれはもう明らかダメですよね赤い羽共同募金これ覚えてらっしゃいますかね、またこのひまそらさんがねわざわざなんかこの注意喚起、ね、してくださってますけども。 さすがに、まあ、もしかしたら忘れちゃった人もいるかもしれないですけど、このコラボ、ね、この WBPC の,のコラボの時にね,ね、このなんか村木さんの話をね、でこの赤い羽共同募金の,この会長で、あとこのね、安倍政治うんぬんっていう、なんかそういうやつ、ね、この活動家が、ね、このなんか理事をやってたりとか、まあ、大概いかがわしい団体だったってのは、もうばれたわけじゃないですか。うんね 赤い羽共同募金。知らないっていう人はちょっとググって調べてみた方がいいですかね。うん。だ要はこの結局、だからさっきの,あの共産党とあの根っこは一緒ですよね。だ例えばこの広く、ね、この一般日本社会、日本国民に向けて、ね、この寄付、募金を募るじゃないですか。金集めますよね。問題はこいつらがそれを何に使ったかですよ。被災地で、ね、実際にひどい目にあって、 困っっってていいいるる人たたちの助けになっているんだったらいいですよ、ね。さっきの共産党さんのときに何て言いましたっけ共産党の施設とか共産党員だけですよね共産党に関係するところにあとはもうてめえ余ったらてめえたちにこの、うん、余ったらっていうかむしろそっちがメインかな、ね、あのそれぞれこの関わったやつらがこのポッポポッポ入れていくっていう,もう募金でもなんでもないですよね だか,もうだからこれももう共産主義勢力ですよ。人の善意を食い物にする。うん。で、これもね、あの興味ある人は赤い羽根共同募金のね、えっ、ー、と、この募集文っていうのかな。赤い羽根共同募金ですっていう、その、なんだ呼びかけというか PR 文がもう載ってるんですよ。1月2日の日付で。うん。もう本当、虫塚走りますよ。っていうか、ヘドしか出ないですよね。要はこの 被災地、被災者への支援じゃないんですよ。いや、もうこれ、よく読まなくても、ざっと見ただけでも、は何これってなるんですけども。いや、ボランティア団体という名の、てめえたちの,この子飼いの、なん何だよかな、そいつらをこの食わすため、あるいはこの NPO、てめえたちのところの NPO への支援っていう、そういうつもりかな。うん、だからそもそも、だからこれも、ね、公金ちゅうちゅう、 プラス募う中中ですかねだかも完全に詐欺師集団でもあるんですよこいつらいやふざけすぎだろう、うんあ,ある意味こんなのもこの火事場泥棒だよねうんいやもうほんと赤い羽共同募金だからこれも結局この WBPC の時に、ね、一番最初にこのひまそろさんがかっぱいてくれた騒ぎの時になんで始末つけられなかったのかなってだからよっぽど敵がでかすぎるんですよね だからこの募金はさっきも言ったようにこのもう石川県ねあの自治体がもう直でねこのなんか手続きというか窓口になっているしあとこのふるさと納税ですよねふるさと納税だったらこの被災自治体に代わって他の自治体がこの代行手続きというのも取れるね確かそういう仕組みだよねうんいやーこのふざけた中中スキーム作ったやつね 被災地をね、支える人を支えるための支援金っていうことを言えばいいのかな。うん。僕れもいらないだろう。ボランティアっつってんだからボランティアだろう。ねだから赤い羽共同募金はな、何がしたいっていうか金集めたいだけですよね。うん。直接、もうなんかあ自治体に寄付することができるんで。だ要は中抜き団体だよね。完全に。だからどこに募金しても中抜きされるんで。 ね、中抜きがおそらくないであろうところが今のところもう直接石川県かあ,あれですよふるさと納税スタイルですよね、うん、もう本当だ騙されたらいけないですよね,ね赤い羽共同募金、ね、WBPC、ね、でコラボでしょでまたこ,こ,のこの界隈この湧いてるんで能登、ね、半島地震で募金集めますと。 ボランティア NPO の支援が必要なので、ね、ボランティア NPO に募金をつくったらもうボランティアじゃねえじゃねえかよ。ね、給料払ってっていうんだったらてめえで払えよ。そんなもんまでなんか人にたかるんじゃねえよ。っていうことをやらかしてます。普通にノ々と。まあここも本当本格的にバラさないとダメだと思いますけどね。そう簡単にはいかねえのかな。 うん、あとこの便乗値上げですかねこの人もなんでこんなことやり始めちゃったのか、まあ、すぐばれて炎上して撤回したらしいんですけど、まあ、商売のやり方としてはねそういうもんかもしんない、ね、在庫がほら、ね、一応一時的にとはいえこの交通が遮断されるからさ、ね、例えばこのお店こなんかファミマらしいんですけど飲料水をなんかなんだ 普段の何倍で売ったんだろうなんか ?2 倍とか3倍の値段つけて売ろうとしたところを、ねえー、なんか手違いだみたいな, <laughs> なんか言い訳こいてるけど、もう間に合わなくて、ね、避難が殺到して結局なんか元に戻したみたいなそういう出来事があったらしいんですけど気持ちとしてはそういう時はさだって一応なんか同じ、ね、地元の別のスーパーは1人2本まで無料でって配ってたんだぞ。 それがなんか便乗値上げと受け取られるような、受け取られるようなことをようやるよなって。うん。人としてどうなのって見られてもしょうがなくね、こんなことやってたら。うん。で、えー、だからもう、なんとなくこの半島流に見えますよね。うん。まあ、それはちょっと定かじゃないんで、ね、あれですけども。とにかくこの赤い羽共同募金。 そこから来るなんかこの他の,このコラボとかも今なんかわさわさ動き始めてるんで、ね、だからもう寄付とかこの支援とかこの義援金とかっていうのを、ね、悪用して不、うん、どき者がこれを食い物に、うん、そういうつもりでこの仕掛けてきてるやからがもうなんか昔に比べたら山ほどうごめいてるんで赤い羽共同募金なんかそな中じゃもう老舗中の老舗だよな。のもう 極悪非道だよなこんなのさよく駅前でこれ僕もね思い返してみればどっかでなんかねこういうの,この手伝った覚えがありますよなんかいつだったかな高校生の時だったかな中学の時だったかななんか制服姿でさ、ね、まあちょっと僕んちの地元の方の、まあ、もうちょっと奥まったところに行ったまあまあその界隈じゃ大きい駅があるんですよ川越駅っていう <laughs> 言っちゃったけど <laughs> ね、そこの,なん,かあのなんかやった覚えがありますよ多分高校の時だったんじゃないかな違ったかなまあやっぱりね、うん、なんだろう後からなんか明細っていうか何にどんだけっていうなんか説明もできねえような、うん、そういう怪しいところにはやっぱりダメですよねうん でこのコラボはコラボで、だから2頭さんのとこですよね。えー、まだ、あいつう、どのように届けられるか分かりませんが、そんなんで金だけ先集めるってどういうことだよな、えー、被災地の少女たちに届ける準備をするために、欲しいものリストに物品追加しましただって。<laughs> ここからの購入でコラボに届きますだって。ここからあ、こちらからコラボの活動全般へのご支援もよろしくお願いします。 もうなんかもう立ち悪いなあこいつらほんとなだよっぽどなんかもう甘い印ってなんかこのそういうこの蓄積があるんだろうねなめくさってんなあこのなもうとっ捕まえてぶちこんぼできねえのかな普通に犯罪者だろだってなんかもう支援団体ねえなんかお助けマンというか正義の味方を装った、ね、反日売国団体の反日え活動家だろうんどういつもこいつもとっ捕まえてぶちこんでやればいいのにな うん、現行法で無理ならルール作ればいいじゃんもうやっぱこの詐欺の類のこの罰則を、ね、思いっきりハードルを上げるべきだよね、うん、だって人騙して金巻き上げてんのと一緒じゃんうんけしからんなほんとじゃあ以上です